二階堂ふみ、地元、沖縄にいた頃の恋愛事情を明かす、全然モテなかった、すごく地味だった。女優の二階堂ふみが18日、バラエティ番組、桜井、有吉座夜会、TBSK に出演。地元、沖縄県にいた頃の恋愛事情を語る場面があった。沖縄に住んでいた時を解雇。二階堂は、方言禁止記者会見と題した企画に挑戦。沖縄弁を使う記者から30分間質問を受け、標準語で返し続けなければいけないというルールだ。様々な質問が飛ばされる中で、沖縄で暮らしていた頃についても聞かれる。那覇市のメインストリート、国際通りについては、中学生の時に国際通りにアニメイト、アニメや漫画などの専門店ができて、アニメイトに行ってたと明かす。アニメ好きだった。テニスの王子様が好きだったと、当時の趣味を伝えた。関連記事、二階堂ふみら、ビバン集合写真に、驚きの声、顔小さすぎませんか？モテなかった過去を告白。その後には、初恋の人って、うちなんちゅう、沖縄の人ね？と質問され、どうだろう？とはぐらかす二階堂。初恋の相手のことは答えなかったが、全然モテなかったと告白し、記者を驚かせる。すごく地味だった、本当に地味だったと過去の自分を振り返った。デートとか沖縄で行ってた？と聞かれると、デートは沖縄でしたことない。沖縄でデートをしてみたいと話す。関連記事、立川志らく、二階堂ふみ主演ドラマ、アイラビューに、出演決定優しくて、愛情深い父親に。理想のデート。デートの話になり、二階堂は、一緒にお酒を飲みに行きたいと願望をこぼす。そこで、お酒は何飲む？と言われ、お酒はそんなに強くないから焼酎。焼酎を水で割って飲むと回答。沖縄の酒といえば、泡盛が、おなじみだが、アルコール度数が30度前後のものも多いためか、ちょっと怖いという印象があるそう。さらに、失敗した大人を見てきたとの体験も明かし、スタジオの笑いを起こしていた。関連記事、二階堂ふみ、飛んで、埼玉の裏で囁かれる評判、イメージと違う性格に、周囲も仰天。アニメートの利用に驚き。二階堂から過去のエピソードが明かされ、視聴者からはアニメートへ行ってたことに注目が集まった。アニメート行ってた、二階堂ふみ好感度高い、二階堂ふみさんアニメート行ってたの、といったコメントが見られ、ふみちゃん、テニプリ、テニスの王子様好きなんだ。なんか、親近感、二階堂ふみちゃんテニプリ好きだったの？と、好きだった作品に反応する視聴者も見られる。